ちゃこんにちは。はい。はい、豊かさん。はい。今日も豊かな視点3連戦を振り返るの時間です。はい。はい。ね、ゴールデンウィークでね、お休みの中。まあそうだね。うん、まあ特に子供たちね。ね。まあ今日なんか子供の日で。そう。まあたくさんの子供がね。うん。いらっしゃったということで、ね、まあでも毎年だけども、うん、本当によく入ってくれるよね。本当ね。でまあ天気も良かったしね。いやもう一番気候的にもね、うん、暑くもなく寒くもなくみたいなね。そうだ、良かった良かった。そう、天候に恵まれて良かったです、ね。ということで全試合行われまして、はい、はい、ね、はい、看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、まずはセリーグから、はい、ね、こうなりました。はい、はい、なりました。まず広島対 DeNA は DeNA の2勝1敗の勝ち越し、はい、巨人対阪神は巨人の2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルト対中日は1勝1敗1分けという結果になりました。はい、はい、じゃあまず広島 DeNA、うん、ね、広島アドゥア森下クリ、はい、DeNA 東ケイ大貫というね、うん、まあ布陣、まあ投手陣だけども、はいはい、まず1試合目、2対0 DeNAねえ、ね、まあこの試合 1,2 回に DeNA が内野ゴロ、うん、犠牲フライで2点を先取、はい、ね、アドは6回4安打2失点、うん、まあ立ち上がりね、こう2失点するんだけども、非常にやっぱこうアドは成長したなっていうような、うん、だから非常に付け入る隙を与えないというかね、うん、まあ立ち上がりこそちょっとね、不安定な部分もあったけども、非常になんかこう成長したなというね。ね、内容だけ数字だけ見るとね、4安打ってそんなね、はい、打たれてもないですしね。そうなんだよ、うん、だからまあ簡単に1点を挙げたけども内野ゴロでね、うんうん、まあだけどこれはもう立ち上がりだからもうしょうがないよね、うん、ただやっぱ投げ手が東なんだよね、はい、まあ、昨年最多勝、うん、で東7回3分の1、うん、105球7安打無失点、はい、ね、まあここら辺がやっぱりねしっかりしてるなという感じがするよね。うん、で、立ち上がりの2点で勝負は決まるというふうには多分考えてなかったと思うんだけども、ただね DeNA も 1,2 回で4安打を集めるんだけども、うん、3回以降は1安打に抑えられる。そうなんですよね、うん、でまあ結局トータル5安打、うん、だからアドバがどれだけね、うん、頑張ってたかという、まあ、試合だったんだけども、はい、まあ、それ以上に東を打てなかったというね、うん、まあ、そういう試合だったよね。はい、で2試合目、はい、森下圭、うん、4対1広島、はい、まあ、DeNA キラーの森下なんだよね、うん、で2回にエラー絡みで、大和の犠牲フライで先制を許す。しかし森下頑張って7回西までノーヒットに抑えるんだよ。まあ1点は取られてるけども、うん、まあエラー絡みで犠牲フライ、ヒットで点取られてないんで、だからこれまあノーヒットノーランという言い方しないけども、ずっとノーヒットで抑えられてて、うんうん、で森下7回87球、2安打1失点で、その森下、うん、7回裏ワンアウトから、この日3本目になる安打をね、うん、打つんだよ、はい、ちょっと打たれすぎじゃない、うん、ピッチャーに。あ、ね、猛打賞だもん。森下選手が打ったってことですね。打ったっていうこと、ね、それが打たれすぎっていうのは、そう、打たれすぎだよね。ピッチャーに打たれすぎなんだよ ね、 ことですね。森下投手が打たれたってことじゃなくてね。で、秋山つなぎ、うん、菊池フォアボールで、ワンアウト満塁、はい、野間の内野ゴロで同点、はい、で、ここで切り札の松山を出してくるんだよね、うん、で、マウンド上には徳山、はい、ね、これがスリーランホームランねえ。これ左投手を投入ってなかったのかなと思ってさ、まあ例えば向こうが切り札を切ってくるっていうのは、逆に言えばそこさえ切り抜ければ切り札はいなくなるんだよね、向こうに。だから徳山確かにまあ頑張ってるけど、だけどなんて言うんだろうな、まあそこら辺で切り札出してて、まあ例えば左出していったとしても松山だったら買えないと思うんだよ、広島は。うんうんうん、で、ね、うん、左ピッチャーに対してあんまり立つことがない松山だったら、うん、ホームランは俺はなかったような気がするよ。まあホームランは想定してなかった
ったっていうことなんでしょうかね。ホームラン、まあ見てくれで昨年はゼロでしたとか言ってたけども、まあ確かにホームランという確率は低くても、うん、打たれる確率は結構あったよね。まあそうですよね。いや、それだったら俺は切り札を出してきたんだったら、うん、何か手を尽くすべきだったんじゃないかなっていうふうに俺はちょっと感じたんだけどね。なるほど。だから非常にもったいなかったよね。でこの日、はい、DeNA は森下に対しての2安打だけ、では勝てないけどもね、はい、勝てないけどもやっぱり負けるにしても手を打ってるという、うん、まあ例えば川端が出てくる、うん、ヤクルトの、うん、岡田監督が全部申告敬遠したとかね、うん、いう日もあったし、はい、まあそういう3連戦カードのこうカードがあったんだよね、うん、昨年、うん、いやだからやっぱ切り札っていうのは向こうの命の綱だから、だからそこの寸断するというようなね、まあそういうことがあってもよかったかなという感じがしました。はい、はい、で3試合目、はい、5対0、DeNA、うん、ね、4回佐野が先制ツーランホームラン、まあ、6回には牧がツーランホームラン、うん、まあ効果的なそのホームランっていうのは非常にいいね、うん、なんか簡単に点が入るというね、なんかこう日替わりというかね、昨日の今日でっていうね、うん、本当だね、ところもありますね、うんうん、で中押しをし、はい、7回には1点を取ってダメ押しをするというね、うん、まあ理想的な点の取り方ができたね、はい、この試合は、うん、でこの試合で、渡来がね、はい、まあ、久しぶりに、まあ、栗との相性を考えたんだろうね、うんうん、まあ、先発出場して3安打するという6番にね、6番に入って ね、まあまあ、栗は、まあ、初対決の時にホームラン打ってるし ね、うん、ね、だからまあそういう相性も買ったんだと思うんだけども、うん、でこの試合で大抜き、はい、ね、2勝目なんだけども、はい、7回92球、うん、3安打無失点という、うん、まあ大抜きが安定してくれたらやっぱ DeNA は少し楽になるかな、うん、なるほど、うん、まあ広島は4安打で完封されるという、うん、で栗6回97球、はい、9安打4失点という、はい、うん、まあ栗が勝てないとやっぱ広島はこのまま苦しいままかなっていうようなね、なかなかね今までもね、そうだね、まあいいピッチングはする時あるんだけども、うん、まあほとんどするんだけども、そうですね、まあ今日はちょっと打たれたけどもね、うん、だけどもその栗がやっぱ広島を支えていく投手になっていかないと、うん、やっぱ広島もなかなかこう乗り切れないよね、うんうん、だからまあ DeNA の方はまあ東はいいとして、やっぱりもう一人は大抜きだよね、うん、でも今回大抜きが勝てたということはまあこれからちょっと上向いてくるかなっていうような感じはするけどもね、ね、今シーズン1勝目ということでね、はいはい、ね、まあそういうカードでした。はい、で2カード目、うん、まあ、ジャイアンツ対阪神、はい、ね、巨人戸郷菅野、うん、高橋礼、うん、で阪神は門別、うん、西勇輝ね、うんうん、才木という、はい、で1試合目8対5巨人ね、まあこの日1試合目は長嶋サンデーということでね、ああそうでしたね、まあ、長嶋さんも来られて、うん、まあ偉大なね、まあ、野球界の大先輩という、ねね、人が来られて巨人はもう絶対負けられないという、はい、まあ、そういう試合だったけども、まあ、初回巨人は2アウト後吉川二塁打岡本フォアボール、うん、坂本タイムリー、うん、小林タイムリー、うん、まあ、門脇タイムリーというんで、まあ、一気に4点を先取するという、うん、まあ、門別もいいんだけども立ち上がり硬かったかな、うん、まあでも2アウト後だからね、だから非常にもったいなかったなっていうような、はい、まあ、感じもするし、うん、まあ、最も痛かったのはさ、はい、2回裏、うんうん、ツーアウトから、吉川の、うん、ちょっとレフト後方へのフライ、はい、これノイジーが取り損ねるんだよね、うん、で続く岡本がツーランホームラン、うん、この2点が門別にとっては非常に痛かったと思うよ。なるほど、まあ、初回4点取られても、うん、結局7回を投げて4点だとさ、うんうん、まあまあでも若いのによく投げたかなっていうような感じになるんだけどもさ、うん、まあ、いきなり6点ビハインドになっちゃうからね、うん、だからまあ阪神のエラーとかミスが気になるな、
うん、ここんとこね。ね、うん、でまあこの日、まあ、救いだったのは大山、はい、4番大山、ね、背番号3、うん、ね、2本のホームラン、ね、うん、中野がソロという ね、 ね、まあ、ホームランは出てるんだけども阪神3本ね、まあそうだね、はい、でまあ背番号3ということでね、うんうん、大山が2本打つという、うん、でも長嶋さんとは、まあ、接点がずっとないっていうふうに思ってて、うん、で解説者の時、解説者というか長嶋さんが解説でまだバンバン動いてる頃、うん、まあ、声をかけてもらったりだとか、はい、まあ、いろいろしたし、うん、で同じユニフォーム監督と選手で、うん、敵の選手としてね、うんうんうん、まあ、戦ったこともあるし、でもやっぱり一番嬉しかったのはアテネオリンピックで、うん、コーチとして呼んでいただいて一緒にできたっていうのは本当一生の宝物だね。ねえ、それがまたね、あの自分が同じ立場というかね、その、うん、首脳陣の方でね、まあそうだな、うん、だからまあ長嶋さんいつまでもお元気でというね、本当ですね、まあ、そんな感じにねちょっと浸ったこの1試合だったね。はい、はい、で2試合目、うん、2対1、はい、巨人菅野と西野投げ、うん、やっぱ見事なね、素晴らしい投げ合いをするね、この2人は。はい、やっぱコントロールもいいし、ボールに力があるし、キレがあるし、うん、で菅野7回、106球、うん、6安打1失点、はい、ね、西、7回、102球、うん、3安打1失点という、もう互角なんだよね。ね、うん、互角、うん、で4回、先頭森下が2塁打、出てるんだけども、ツーアウト後、はい、ノイジーがタイムリーというね、うん、ツーアウトまで行くんだけども、ちょっとボールが高く浮いたスライダーをうまく右に持っていかれてね、うん、ノイジーに。で8回ワンアウトから丸がタイムリーで追いつくというね、うん、まあ延長戦に入り10回代打原口ヒット、うん、ダイソー上田、はい、まあ、阪神が押してんだよ、うん、ね、バルドナードの牽制で飛び出しアウト、なんだと思ってで木浪、うん、フォアボール、はい、近本のショートライナーで飛び出し戻れないという、うん、やっぱねこういう走塁士だとかこういうことがあると必ず流れが変わるね。こうなんかミスということではないのかもしれないですけど、まあこの前の試合でもね守備のことがあったりとかいう、まあそうなんだよ、ちょっとこういうこう自滅ではないですけど、うん、っていうような、わざわざなんていうの、相手に流れを渡してるという、うん、あのね、うん、木浪が戻れなかったのは近本のショートライナー、はい、非常に地上スレスレでちょっとわからなかったと思うんだよね。なるほど、だからこうちょっと見ちゃったよね、帰塁、うん、が遅れたというね、うん、だからライナーなのかショートバウンドなのかっていうのがちょっと判断効かなかったというね、うん、まあそういうところで戻れなかったんだけども、はい、その裏、うん、ワンアウト満塁から吉川がサヨナラ、うん、ね、満塁を作ったのが丸であり、まあ長の梶谷も戻ってきて、うん、若手とベテランが融合するというね、うんうん、だから阪神はこの日もまあエラーがあったりだとか、まあ走塁ミスがあったりだとか、まあいろいろで流れをつかめなくなったっていうね、うん、まあそういう試合だったけども、でも菅野と西の投げ合いっていうのはやっぱ見応えあるね、うん、2人ともコントロールがいいし、うん、なんかこう岡本が西に対してやっぱ翻弄されてたね、うんうん、この横の揺さぶりで、うん、でもまあ今日もおかしかったけどね岡本は。うん、いやいや、だからそういうのがちょっと引きずってるというかさ、うん、うん、まあ、そんな感じがしたよね、はい、で今日、はい、ね、高橋嶺対才木、うん、4対2阪神、まあ3連敗できないもんね、ね、うん、まあ3回近本の先制ツーランホームラン、ね、中野のヒット、うん、でパスボールだなあれな、があって、うん、今日3番に佐藤を入れたんだよ、これがタイムリーというね、うんうん、で4回、ランナー3塁において坂本の当たり、うん、ね、今度は守りだ阪神の、はい、センターにもうめちゃくちゃ難しいやセンターライナーが飛んだんだけど、うん、
近本が少し左に振ってたんだよね、うんうん、で坂本の当たりはちょっと右に飛んだんだけど、はい、この逆シングルで飛びついて地上スレスレで取った、これで1点与えなくて済んだということがすごく大きかったね、この試合は。なるほど。だからもう本当に昨日までミスが連発してたのに、うん、あの今日なんて近本のプレーなんか本当にスーパープレーだったね。で5回梶谷小林の、まあ、エンドランがかかるんだよね、はい、先導2から、うん、でノーアウト1・3塁を作る、うん、で門脇がセーフティースクイズ、うん、これで1点、はい、でなおかつあの一塁ランナーの小林をセカンドに送ってるという、うん、ああうまい攻撃だなって下位打線に入るしね、うん、でワンアウトからワンアウト二塁から代打長野、はい、ねええー、レフト線へツーベースヒット、うん、これもタイムリーになって1点差、はい、でここで、うん、俺ダイソー出さないのかなと思ってたの、出さないんだと思ってて、うん、で佐々木の、うん、ツーアウトから佐々木に回ってきて佐々木の、うん、2番佐々木のライト前のヒット、うん、でやっぱ帰れないんだよ、うんうんうん、でそれも中野がねグラブに当たって、うん、打球速度が弱くなってんだよね、うんうん、それでも帰れないんだよ。だから最初から止めるつもりだったのかなっていうような、うんうん、まあそんな感じがするけどもさ、はい、でも阪神の中継ぎ陣を見てみると、うん、やっぱ強力なんで早く追いついとかないとやっぱその1点が命取りになるんだよね、うんでせっかく佐々木もタイムリー打ってんのに本来ならタイムリーになるところなのにまあ代走俺は出した方が良かったんじゃないかなっていうふうにはずっと思って見てたんだけどね、うん、うん、でまあこれで、まあ、阪神が、まあ、中継ぎ陣6回からつないで、うんまあ、逃げ切っていくんだけどもさ、はい、うんまあなんともこうもったいないというかね、うんで増田を代打で出してセンター前ヒット、はい、でねツーアウトまで走らないんでワンアウトから出てって、うん、で丸に回ってくるんだけども、はい、で丸の時に走るかなと思ったんだけど、うん、走らないでで佐々木のところで飛び出したんだよね、うんまあ、一か八かで走ったんだろうけども、まあ、そういうことそういう焦りが出てくるんであれば俺はその長野に代打を送っ、代走を送っとけばちょっと試合展開は変わってきたかなっていうような感じがするよね。うん、なるほど。そうなんですよ。ねえその時にねあのちゃんとねヒットが出てるっていうのもあるので、ねまあそうだね、余計そういうふうになりますかね。うん、ただ高橋礼に対して打順を変えてきた。うん、ね森下を6番に下げて、はい、前川を5番に入れた。うんうん、ねで貴重な追加点を取ったのは大山がツーベース、はいまあ、ピッチャーは変わってるんだけども、うん、前側が京本投手から、はい、ノーアウトランナーセカンドから引っ張ろうとしてるんだけど、うんはい、引っ張れずに落ちるフォークボールを拾ったんだよね、うんうんまあ、それがヒットになりタイムリーになり、うん、大山が帰ってきたという、うんまあ、この打順の組み替え方非常に高橋礼に対してはすごくハマったよね。うんまあ、1番近本中野、里輝、うんまあ、ここら辺が機能した、うん、で高橋礼から左しか打ってない、うん、ヒットを6本集めたんだけどもさでもそういう意味ではそのいい配置をしたなっていうような感じがしたね、うんうん、で足も使ってたしね、はい、高橋礼に対して、うんうん、だ非常に、まあ、3連敗できないということで、うんまあ、非常にこう考え抜かれた、うんまあ、高橋礼に対しての戦略だったかなっていうか ね、そういうふうに思いました。はい、はい、で最後、うんね、ヤクルト対中日、うんね、ヤクルト小川、サイスニード、小沢、うん、中日メヒア、柳、高橋宏斗、はいね、で1戦目5対3、うん中日、はい、ん1戦目5対3ヤクルト、あヤクルトだね、はい、ごめんヤクルト、はい、まあサンタナ村上で3回までに3点リード、うん、ねえ
で細川、岡林、石川、村松の連打で、まあ、2点差に詰め寄るんだよね、はい、で8回には中田の同点ホームラン、はいね、中田はやっぱこうポイントでやるね、うんうん、同点ホームラン、はいね、で延長11回、うん、まあ途中交代でセンターに入ってた塩見が、うん、ランナー1人置いて、まあ、勝つのから、はい、サヨナラホームラン、うーん、どうしたの、いやねそういうのため息深 い, い, やいや塩見は早打ちなんだよね、うん、で結構まっすぐ系の早打ちっていうのが多いんだよ、はい、でなんで勝つのが、うん、無造作に無造作にまっすぐ行ったのかなと思って、あ、いや打ち取れると思って行ってんだろうけどさ、そうですでしょうね、いやだけど俺は無造作にしか考えられなかったんだよ、うん、もうそれはなそういうなるべくしてなった結果かなって思ってしまうということですか、そうだなと思ったもん、ね、あそう打つ瞬間に、うん、そしたらやっぱ逃さなかったね、まあ塩見は本当にこう意外性のあるというかさ、はい、まあ素晴らしいホームランだったんだけども、うん、この試合中日が14安打、うん、ヤクルトが7安打しかしてないんだよね、そうなんですよね、2倍打ってるんですよね、うん、中日が、いやだけどやっぱホームランの威力っていうのは大きいな、うん、あね、まあ村上が打ったりだとかさ、ね、最後ホームランで決めるとかね、うん、まあ中田もね同点ホームランを打つわけだけども、ね、やっぱこうランナー置いてのホームランっていうのはね、うん、あまあでも14安打で7安打に負けるかっていうね、延長11回で、うん、まあただ中日はやっぱり粘りが出てきたね、うんうん、まあこの試合で村松が5打数5安打というね、はい、まあ8番に入ってたけども、非常に上位につないでたんだけどもね、うん、もったいない試合だったなっていうふうに思うよね、うん、まあねこの日塩見選手はね代打から出場っていうことでスタメンじゃなくて、そう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 、このねプロで初めてのサヨナラホームランということでね、うん、いやただね、うん、塩見がねやっぱり一番定着して安定的に戦えないと、うん、やっぱどうしてもヤクルト苦しいね、うん、まあただ打線はね、うん、素晴らしいよやっぱり、うん、村上を中心に、ね、オスナサンタナ、うん、ねここ、まあ、西川遥輝もね頑張ってるし、はい、まあ切り札には、うん、西青木と川端いるし、うん、そうなんですよ ね丸山っていうのも成長してきたし、うん、長岡もそうだよ ねだから非常に打線はいいんだけどもさ、うん、一番何が足りないかって言ったらやっぱり塩見の一番ってものすごく嫌だと思うんだよね、いろんなことがね、うん、起こりましたもんね、まあそうだね、定着してる時、いやだからまあ早く定着できるぐらいの体をね、うん、コンディションを戻してほしいなっていうふうに思うよね、そうですね、はい、はい、で2試合目が7対7、ね、最初リード柳、うん、ねまあ柳に2回3点のプレゼントしてくれるんだよ、はい、柳はいつも点がもらえなくてさ、うんうん、苦しんでたのに、うん、まあ岡林、木下、大島、村松の長短打で3点、うん、もう本当にどうぞみたいな、よかったっ、ね、よかったってねプレゼント、うん、まあしかしちょっとびっくりしたのかな柳がこんなのもらっていいのみたいな、まあその裏山田ヒット、うん、ツーアウト後、サイスリードに打たれるんだよ、つながれるんだよ、うん、これが余計だったね、そういうのはやっぱりねピッチャーによってはすごく精神的にダメージじゃないですけどいやありますよね、あるよ、そしたら西川タイムリー、丸山、うん、オスナが続き、まあ、逆転だもん、うん、で4回にはサンタナタイムリー、うん、6回には村上ツーランホームランで4点差一時期は、うん、ねえ離されるんだけども7回フォアボールのランナーを置いて村松細川の連続二塁打で、うんまあ、2点差に迫るね、で9回抑えの木澤に対し、うん、山本フォアボール、大島ヒット、村松フォアボール、うん、細川ツーベースね、で中田の犠牲フライで、まあ、同点になるんだよ、はい、中田ってやっぱポイントで仕事するってさっきも言ったけども、うん、まあ同点ホームラン、うんうん、同点犠牲フライ、
非常に難しい場面なんだけどもさ、うんうん、まあ、きっちり仕事してくれるという、まあ、打率はちょっと低いかもわからないけども、はい、やっぱこういう打点というのは大きいな、うん、まあ、それと聞いてるのはやっぱ細川だな、はい、うん、細川のホームランだとか、まあなんかここに来てまたちょっと一皮も二皮も向けたみたいな細川がいるよね、うん、で延長に入りもう7対7という ね、まあ今季最長時間、うん、ね、5時間を超えたというね、もうね本当に長い試合でお疲れ様でしたけど、うん、1、8、9、10、11、うん、5時間超えてるな、うん、まあ、だってプロ野球ニュースのなんか被っちゃったから、うん、ね、たまにあるやつも、そうそう、ね、うん、あれ中継が優先だからね、うんうん、大変、まあそういうことでね、まあ7対7でね、そうだな、結局は決着つかずということで、はい、はい、まあ村松また打ったという ね、うん、ね、まあこの日から村松を2番に上げてね、はい、なんかこう打順の流れ、まあ打線の流れが良くなってきたのかなっていう、うん、まあ細川も当たってるし、まあ村松がもう絶好調だから、うんうん、非常にランナーが溜まってクリーンアップに来るよね、うんうん、だから非常にいい打順を組めるようになったかなっていうふうに思うわ。で3試合目、うん、6対3中日、はい、ねえ、これはね、高橋宏斗すっばらしかった。もうやっぱね、ポテンシャルとしたら今が球界ナンバーワンかもわからないぐらいのポテンシャル見せてくれたよ、うん、で、6者連続三振、うん、結局10三振かな、ね、うん、8回3分11三振か、うんうん、8回3分の2投げるんだけども、うん、そうそう、まあこれはもう完全に完封できるなと思ってた、うんうん、でそれまでに降りる前までに2安打しか打たれてないしさ、そうそう、全く寄せつけない、うん、であれだけそのヤクルトの、うん、なんていうんだろうな、強力打線をピシャーッと抑えてたからね、ま、うん、っすぐには詰まらせる、そうそう、でスプリットには泳がされる、で空振りさせられる、もう見事だったよね。で気持ちも伝わってきた。まあそうこうしてるうちに、ね、石川がホームランを、ね、村松は打つ、うん、ね、で自らはセーフティーバントをやる、6回だったかな、うん、セーフティーバントをやって先頭で出ていく、うん、ね、それが2人をランナー貯めて、うん、細川まで回した、ね、これ7回ですね、あ、7回だな、うんうん、で細川が、うん、スリーラン打ってくれる、うん、ね、自らホームを踏んで帰ってくる、うん、これはもう高橋祭りだなと思って、ノリに乗りますよ、ノリに乗ってた、もうこれは完封間違いなしと思ったらさ、うん、先頭バッターそれまで無四球できてたのに、うん、やっぱちょっと硬くなったのか知らないけど、うん、フォアボール出すんだよね、はいはい、で次のピッチャーゴロ、あ、ゲッツーやと思ったら慌ててエラー、暴投、悪送球、ねえ、セカンドにあれれってちょっとあれれって、うん、いやいや6対0で勝ってるんだからさ、うん、いや一つを丁寧に取る、うん、まあ完封もしたいんだったらセカンドで一つでいいから、うん、ちゃんと投げて取る、うん、まあ、場合によっちゃ一塁でもいいぐらいだよ、うん、もうランナーほっといてね、うん、でもあんなアウトカウントを重ねればいいだけ、うん、そしたら次またピッチャーゴロ、ねえ、また冒頭、悪送球、ね、満塁になっちゃうからな、そうそう、みたいな、いっぺんに大ピンチのノーアウト満塁という形になってしまいました。まあそれでも今日の出来を考えると、うん、まあ、完封するか、うん、まあ完投するだろうなと思った、うん、ね、そしたら、内野ゴロの間に1点を取られるというね、うん、はい、もったいない、ほんでオスラーに、ね、うん、タイムリー打たれて、うん、3点取られちゃう。そうなんですよね。もうそれまでがね、すごかったんですけど、それもう結局結果が123球3安打11奪三振、うん、3つのフォアボールがトータルだったんですよね。まあ、でもその内容で失点が3になってしまったというのは、いや、それはもったいなさすぎるよ、うんうん、いや、例えばね、あのまま完封して終わればよ、やっぱすごいなお前とか言って、うん、よくやったな、セーフティーバントは決めるし、それでスリーランで帰ってくるし、いやーな、ヒロトがよかったなみたいなことになるんだけど
終わってなんかすっきり感がないんだよ。あれどうしちゃったのみたいに。お前何を考えてたんだもん。しかもなんかね、打たれて取られた点っていうよりは自滅みたいな感じだよね。自分のミスでなあ、あまりないことなので、なそれまでとのねギャップもあるから、そうなんだ、余計ね、だからちょっともったいなかったなって終わり方かな。まあでも勝てたのでね。まあまあやっぱね、勝負ごとって締め方もあるからな、だからちょっともったいなかったな、まあ、本人が一番ちょっとどうしちだったんだろうっていうような表情でしたけど、まあそうだね、でも今年 の, あの中日打線、もう確実に点を取れるようになってる、13安打ですよこの日も、それで6点取ってるでしょ、まあ、その中で細川がねやっぱホームラントップタイの8号を打ってるということと、そうやっぱ打点も順調に上げてるということ、で、まあ、下位を今まで打ってた村松、ね、まあ、2番に抜擢されてもその打棒は変わらないという、でヤクルト3連戦で12安打打ってるという、この12安打ってどう思う？なんかね、あのね、俺ら現役の時に3連戦があったら欲張って5本は打ちたいなと思ってたわけ、まあ、ね、2本2本1本でもいいし、ね、だけどまあ2最低4本打ってもすごいなってね、最低4本だよ、打ちたいなと思った。12本って聞いたことないよ。4本ずつよなあ、なすごいよな村松覚醒したみたいなね、いやなんか怖いぐらい打ってますね。そうな、だからやっぱね点を取れれば、中日はね勝てるから、ね、それね、もうそれは今シーズンに限らずずーっと言ってますよね。まあ、そうだね、でも今年はやっぱもうちょっと、バッティングがねやっぱ例年よりは全然いいから、だからまあ勝負になっていくなっていうふうに感じた3連戦だったと、いうことと、やっぱりヤクルトはやっぱ抑えがいない、ああだから抑えを早く作らないと、いくらあってもね水漏れしちゃうということ、まあ、それを感じました。はいはい、まあ以上セ・リーグということでね、はい、はい、で続きましてパ・リーグです。はい、西武対ソフトバンクは西武の2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックスと日本ハムは日本ハムが2勝1敗で勝ち越し、はい、楽天対ロッテはロッテの2勝1敗の勝ち越しになりました。はい、はい、まずは西武対ソフトバンク、ね、西武竹内今井隅田、はい、ソフトバンクは大津モイネロ東浜、ね、初戦1対0、はい、ね、まあ、両投手とも素晴らしかった ね、 この試合は。で大津、6回83球3安打1失点、ルーキー竹内、はい、8回100球4安打無失点、これね完封できたと思うんだけどねやっぱりね用心したな、まあ、こういうチャンスっていうのは竹内はねこれからもいっぱいあると思うよ、ただやっぱりいいイメージのまま下ろしたかったんだろうね、それとやっぱり9回って特別だから、だからやっぱこうそこで崩れるとやっぱ好投が 無になっちゃうからさ、さっきのね話じゃないですけど、そう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 、中日のね、そうそう中日のね、ヒロトみたいになったりかんから、うん、ね、まあ完封できたんだけど、まあ、9回つないだという ね、 ね、難しいですね、でもそこで。で大津の1失点は、まあ、先頭住谷が、ヒット、はい、松のフォアボールが絡みワンアウト満塁から1点を取るんだけど、これ中村がサードゴロを打つんだよね、はい、中村って満塁男でさ、満塁ホームランを一番プロ野球の中で打ってるというね、バッターなんだけど、サードゴロでやっぱ強打者だけに、サードのリチャード、その日先発だったんだけどもね、キャッチをする、ゲッツーだなと思った、ああゲッツーやと思ったら、ちょっと離れた三塁キャンバスを踏みに行ったんだよね、あれと思ったのでジャンピングスローで一塁投げるんだけど、全然もう感覚的には間に合うなんて思えないいやそういう感性で守ってるんだったらちょっとアウトだなと思って、いやそれだったら取った瞬間に、やっぱセカンドに投げないからよ、そしたらゲッツー取れてたと思うよ。なるほど、だからやっぱこう大事にいったんだろうね、だからまあここら辺のその守備の感覚というかさ、
そういうものが勝敗を決めたというな。やっぱこう近くにあると踏みに行きたくなるもんですか。いやでも早く人に渡したいよなるほどね、うん、それ踏むよりね、うん、だから目の前にあるんだったら、うん、まあ、踏むよ、まあね、そのステップの間で踏めるようなところってことですよね。だけどやっぱ早く人に渡して早くプレーをしてもらいたいっていう気持ちの方がやっぱ優先するかな。じゃあもうそれが大前提あればいいってことですか。まあそうだね、その考えにね、うん、でもゲッツー無理だと思ったらホームで行くしかないし、うん、だからここで1点を失った大津っていうのはせっかくまあフォアボールが絡んでるからね、うん、まあ、人のせいにはしないかもわからないけども、うん、まあだけどなんかすごいもったいない失点だったなと思って、この1点が決勝点になっただけに ね、そう結局ね最後になってみればそうなりましたからね。でもあそこまで後ろに下がってゲッツー体操を引いてるんだったら、うん、もうセカンドに行くべきだったな、うん、素直に、ね、はいはい、それでゲッツー取れなかったらもう仕方ないって諦めつくけど、うん、だからあれをベースを踏みに行ったっていうのがさ、サードベースを、うん、その間にもうランナー走ってるからね、うん、自分が走ったように走ってるから、うん、もう間に合わないよね。ね、うん、ということです ね、ほんとこういうロースコアな試合だとそういったところが勝敗を分けてしまいますね、うん、まあそうだね、うん、はい、で2試合目、うん、5対4、はい、セーブ、セーブ連勝です、うん、ねえ、ね、はい、1点差ゲームをね、そうだね、まあ1点差ゲーム、まあ延長になったからね、まあこれはもうサヨナラになっちゃうんだけどさ、うん、まあ2回セーブは相手のエラーも絡み、下位打線の連打、まあ調子のいい1番金子のタイムリーなどで、うん、まあ、3点を取り逆転、はい、まあ先制ですね、 1回にされていたってところで、はい、はい、で7回同点されるがその裏、うん、古賀長谷川が連打、はい、ね、源田が古賀を、うん、古賀が出て、うん、長谷川が送るんだな、はい、で源田が三塁打で勝ち越す、はい、1点差、はい、まあ、しかし8回、うん、ソフトバンクの攻撃、うん、ランナー1、2塁から、うん、シュートの打球がショートへ飛ぶ、はい、ハーフライナーを、うんうん、いやうまく取ったね源田が、うん、ねえ、うん、あ、ゲッツやと思ったら、うん、殿崎が一塁に悪送球、はい、で弾く間にセカンドランナーが帰ってくるという、うん、で同点ねえ、いやこれねなんていうのかな、やっぱシュートの足っていうのが、うん、打った人は足が速いじゃない、まあ、確かに焦るんだよ、うん、焦るけどタイマーより速く走れるやつはいないから、何よりボールより、はい、球より、うん、ね、投げた球より速く走れるやつなんかいないから、まあ、あ、そんなに慌てることないしさ、まあ殿崎もなんであんなに慌てて引っ掛けるのかなっていうぐらいの悪送球だったんだけどさ、うん、まあね、足が焦らしたんだろうな、ね、で同点に、まあ、されるんだよ。またそういうこう均衡した試合だったっていうのもありますかね、この終盤でね。まあそうだな、1点がどうの、まあ、そう、まあ、やっぱり調子の悪いねチームだけにこの1点で逃げ切らなきゃいけないとか、うん、まあいろんな気持ちはね、うん、あるし考えてたんだろうけどさ、うん、でまあ延長になるんだ、はい、で延長になったら西武負けてんじゃん、うん、ずっと、うん、14連敗してるから、ね、で延長で勝てない西武、6月15日から、うん、昨年の、うん、もう覚えちゃったよねえ、で延長10回、はい、金子フォアボール、うん、源田が送りバント失敗するんだよ、うん、で打たしに行ったらその後センター前ヒットで、まあ、ヒットでエンドランもかかってていいね、うん、ノーアウト1・3塁になる、で若林申告敬遠、うん、はい、満塁にしてアギラ、はい、もう絶好のチャンスだよね、うん、これはで満塁策でいいかなっていう、もう仕方ないよね、うん、もう外野フライでノーアウトだしさ、うん、もうどうしようもない、もうしかもね10回裏だから1点でもう終わっちゃうんでね、で相手のミスショットを待つしかない、はい、で若林でここのとこ活躍もしてるし、そうですよね、うん、で申告敬遠、うん、満塁にしてアギラ、はい、523、もう
最悪。思うつぼみたいな。思うつぼどころじゃないよ、ね。なっちゃったね。みたいな。これで決まらないんじゃ、やっぱ西武は。延長負けるわな、みたいな。ね、で、ダブルプレー。うん、で、続く佐藤を、また、申告敬遠。ツーアウト2、3塁のところでね。はい。もう一塁埋めちゃいましょうということで、満塁策。で、勝負を選んだのは殿崎。はい。そりゃそうだよな、殿崎がっくりきてたから。いや、ここで打たんかと男になれないみたいな、うん、ねえ、ね、いや、もうここで殿崎を選ぶのか佐藤で選ぶのか、まあやっぱりこうああいうエラーをした選手って力んだりとかねえ、無駄にこう振り回したりだとかするケースがあるからね、取り返そうとね、そう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 、うん、だけどその殿崎がセンターにサヨナラヒットという、ねえ、殿崎選手にとっては終わりが良くて良かったっていうね。なんかスローモーションの、スローモーションのようにボールが抜けてったと。喋りも遅かったんだよ。ヒーローインタビュー。でもヒーローインタビューで言ってたのが、やっぱ野球やってて一番嬉しかったと。やっぱそれだけ責任を感じてたんだろうね。いや、それはね、後になってみたらすごく大きな一点になってたのでね。まあ西武はこれで延長戦15連敗が止まるというね。よかった。まあよかったね。はい。うん、とよかった。うん、ね、でソフトバンクは3連敗かなこれで。うん、ね、ちょっとペースが落ちてきたなっていうね、うん、そんな感じがするけども。うん、で3試合目、はい、4対0、はい、ソフトバンク。うん、ね。初回山川の先制タイムリー、はい、ね、これ2アウトからなんだよね、うんうん、だから非常にもったいないなと思ってさ、うん、で4回は柳田のソロホームランで2点目、はい、これはすごいホームランだったな。やっぱインサイドのさ、隅田が投げたボールに対して開かないでバーンと払ったんだよね、うん、だポール際のところにスーッと入っていったけど、うん、切れないんだよ、うん、打ち方がいいんだよ。なるほどね。いやー、これ綺麗なホームランやったな。で2点目、はい、で7回には下位打線、下位三森の連打で上位に回り、うん、柳田が2点タイムリーと、うんうん、西武打線は6安打、うん、ね、まあ6安打するんだけどもさ、はい、でこれクリーンナップの差が出たなというさ、うんうん、でまあさっきから言ってるでしょ、うん、まあ、柳田が打つ、はい、山川が先制タイムリー、うん、まあクリーンナップだよね、はいはい、で西武のクリーンナップ若林、アギラ、佐藤、うん、ノーヒット、うん、ね、ね、うん、まあこの差はやっぱでかいね、うんうん、まあ柳田、山川、近藤っていうんだよね、うん、ね、すごいだろ。もうずっとね、これこのシーズン始まってからね、まあね、もう次から次へと嫌だねっていうふうね。でソフトバンクの方は、うん、まあ西武の方か、西武の方はやっぱクリーンアップも決まらないし、うん、そうですよね、やっぱりちょっと若林、アギラ、佐藤じゃちょっとな、うん、寂しいなっていう感じはする、うん、確かにね、うん、で彼らもやっぱかなり負担に思ってると思うよ、うん、だから誰かね、やっぱクリーンアップ候補、まあ例えば渡辺とかさ、はい、ああいう人間が打てるようになるとね、うん、若林さんが本当はトップバッターとかさ、うん、そういうのがいいだろうし、ね、なんとなく3番っていうよりは1番っていうイメージだよね。そうだね、アギラなんかもクリーンアップでもいいけどもね、うん、まあ、4番じゃない方がいいかなとか、うん、まあ、佐藤龍生も、うん、もうあれだったら6番とか、うん、7番に置いとくようになるとやっぱ強い打線になるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするね、うん、まあちょっとこの試合はクリーンアップの差がちょっと浮き彫りに出た試合だったかな、はい、はい、で続いてオリックス対日本ハム、うん、オリックス、東、エスピノーザ、うん、カスティーヨ、うん、ね、日本ハム、鈴木、加藤、伊藤、はい、で1試合目3対0日本ハム、うん、鈴木が好投、鈴木健也、はい、日本ハム5回3分の1、うん、79球1安打、はい、無失点、今季初勝利という、うん、これは面白いね。
緩急を使う、まあそう変則のアンダースローのピッチャーだけども、緩急じゃない。遅いで攻めてったからね。いつか来るだろう。いつかピッと来るんじゃないかって。来ないの？遅いで攻めたから。それは打者にしてみればどういう感覚なんですか？あのね、じゃんけんで言うとね、じゃんけん10回やりましょうと、ね、俺がずっとパーを出し続けたら、いつかグーになるんじゃないかっていう疑いがあるでしょ。まあ、っていうよりもいつ出すんだっていう気になってくるよね。そうでしょ。いや、だからそこ違うものを、そこだよ、そこの心理だよ、だからそこを鈴木がやっぱ力まないで我慢して遅いボールを投げ続けたね。これ勇気いりますよね。いや、勇気いったと思うよ、だからあ、面白い組み立てしたなと思ってさ、で一方東、7回3分の2、113球5安打3失点、ね、初回に3点、でこの日ね打順を変えたんだ。はい、もう万波を5番、6番に郡司を置いた、はい、そしたらこれがね当たるんだよね、でチャンスが回ってきて初回に、万波が打つ、郡司が打つ、やっぱ勝負強いバッターをここに並べたっていうところが、まあ新庄監督のヒットだよね。なんか意図はそどうね、やっぱね想像できたんだと思うよ、やっぱ。なるほどね。でね、こういういいピッチャー、負けないピッチャーに対しては、やっぱ初回が勝負だというふうに思ってたんじゃないの。まあ案の定ね、案の定というか、東、3回以降1安打の日本ハムがに抑えられるんだもん。だから東の立ち上がりを攻めた日本ハムの見事な攻めと、鈴木健也の抜き玉、ファッファ来てた。まあそれが功を奏したという。で今はさ、150キロとかどん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 来るじゃん。まあいわゆる160キロも来るっていう。まあそこでやっぱ抑えボールが来るとやっぱ合わないんだろうね、みんな。それに合っていくってことはないんですか？いやだから5回じゃ合えないんだろうね。合わないんだろうね。だって打席にしたら大体2打席平均だから、みんなが。そこで合わせていくって。3回り目になってくると合わせられるけども、2回りっていうのはなかなか難しいよ。だから新庄監督の替え時っていうのもこれ見事なし、あの試合展開だったと思うよ、これ。なるほど、面白い試合を日本ハムやるなと思ってさ、ね、もうこの最初のね初回の3点でもう勝負がね 3-0 っていうことで、ね、それで逃げ切れるだけのやっぱ中継ぎの良さもあるよね、だから見事だったね。はい、はい、で2試合目、3-1、オリックス、はい、エスピノーザ、やっぱこのピッチャーいいピッチャーだね、4勝、はい、で6回を99球8安打1失点、で加藤、はい、6回89球7安打3失点、でほとんどさ加藤ってフォアボール出さないピッチャーだよね。そうですよね。でもこの日ね、1つ出してるんだよね、これが失点の始まりだから、はい、だから皮肉なもんだよね。あれだけ出すピッチャーがさ、四球がありながら完投しましたみたいな平気で言ってるけど、加藤なんていつも出さないのにこの一つのフォアボールが失点につながったというさ、だから皮肉めいたものがあるよね。でこの試合9安打とね、相手を上回るけども日本ハムの打線がね、まあ勝てなかったと、点が取れなかったと、まあ点を取ったのは清宮がこの日一番、まあ犠牲フライで上げた1点だけに終わったというね、でオリックスの方は打線は宗と西川の流れが良かったね。ね、2番3番ですね。2番3番、はい、で宗が2安打西川が2打点というね、だから宗がチャンスを広げて西川がね、なんとかするという、まあそういう打線になってたんだけども、この相性はすごくいいかもね。で久しぶりの廣岡、9番に入って先発したけどもさ、はい、まあ左ピッチャーの時だけかもわからないけども、やっぱこう廣岡オープン戦の時からすごく状態良かったからさ、まあ怪我とか、
まあ、ちょっと開幕して状態が悪くて、うん、まあ、落とされたのかもわからないけども、まあ、これからやっぱり廣岡がポイントを握ってくるかもね。うん、この子はやっぱこう意外性もあるしパワーもあるし、うん、だから面白い人が帰ってきたなっていうふうに思うのと、はい、まあ、日本ハムは矢沢、はい、これまた久しぶりだね。どうしてたのかなって気にはなって話しましたね。まあ、怪我でね落ちてたんだけど、そのままちょっと上がらずにね、うん、上がらずにって言ったら変だけども、上げてもらえずに、うん、まあ、ずっと練習を重ねたんだろうけどもさ、はい、まあ、1回を1安打、うん、ね、まあ、されるけども、最速151キロ、はい、ね、左ピッチャーってバネの効いた投げ方をするんだけどもさ、うん、まあ、だけどこのピッチャーが帰ってきたっていうのは、またちょっとピッチャーとしてだったら厚みが増えるよね、うん、打者で使うのかどうかわからないけど、うん、まあ、まずはブルペンに入って、まあちょっと状態を見るかなっていうような感じかな。うん、まあでも面白いピッチャーがまた帰ってきたなっていうような感じがするし、うん、ひょっとしたら先発もね、どっかのタイミングで見れるかもわからないね。ねえ、はい、はい、で3試合目、6対3、はい、日本ハム、うん、先制したのは日本ハム、はい、まあ、2回万波、上川畑、水野、郡司のヒットとかで、うん、まあ、2点を先取するんだよね。で伊藤大海、うん、ね、がマウンド、はい、まあ、しかしこう乱調なんだよね、うん、まあ宗のヒット連続フォアボールでノーアウト満塁、うん、北タイムリーヒット、うん、紅林タイムリーヒットなどで、うん、まあ、逆転されるんだよ、うん、いや伊藤大海がねずっと安定してたんだけど、まあ、こういう打たれ方と、まあ、フォアボールをねこう重ねて連打されるっていうのは、うん、なかなかなかったんだけどね、うん、だけど今日はちょっと乱調だったな、うん、まあね、まあ、しかし8回、はい、ピッチャー宇田がから4点を取るという。ね。ね、うん、まあ、タミヤフォアボール、盗塁、はい、マルティネスヒット、うん、ダイソー中島、うん、盗塁、守備固めに入った義母の悪送球もあって同点、うん、なおも1、3塁から松本がセーフティースクイズで、うん、勝ち越し。うん、ねえ。ねえ、でバント処理の宇田川のフィルダー勝利もあり、うん、ワンアウト1、3塁から、ツーアウトになって、うん、水野がタイムリー3塁打で6対3、はい、やりたい放題やったわなあ、この8回の攻撃ね。いや、やっぱり、ね、足も使える、セーフティースクイズは決める、うん、ねえ、このちっちゃい水野が三塁打でランナーを返す、うん、もうやりたい放題だよでも最初の点の取り方なんかツーアウトを取られてからの2点だよ、うん、もうね本当に下位打線がしつこいわ。上川端も良くなってきた、水野もいい、うん、ねえ、でタミヤが走れる、うん、ね、水野も走れる、うん、足は使える、長打は打てる、本当にねここまでよく完成品にしてきたなっていうぐらいの戦い方だよ。もう一年一年違ったチームの印象ですね。そうだよな、うん、だからまあオリックスは王者だというふうに誰しも認めてるけども、はい、その日本ハムの今日の戦い方なんて、うん、どっちが王者なんだっていうような戦い方を披露したよ。うん、だから今年の日本ハムはやるな。やっぱ強いですね。面白いね。うん、はい、はい。まあそういう試合でした。はい。はい、最後、うん、楽天対、ロッテ、うん、楽天早川内岸、はい、ロッテ西野メルセデス小島、はい、初戦12対1、うん、楽天、うん、もうねこれはね語ることもないよね。もう早川と太田のバッテリー、うん、ね、ちょっと一時期問題になったんだよね、うん、早川がちょっと言い過ぎたということで、うん、まあ、太田を懸念したかなんかっていうようなことで、はい、でもこの試合は早川が太田さんと組みたいということで、はい、まあ、スタートした
試合なんだけどもさ、うん、まあ、早川が見事に完投勝利、うん、ね、迷惑をかけた分、うん、ブルペンも休ませるというね、ね、で9回127球、うん、6安打、うん、8奪三振1失点、うん、はい、ね、受けた太田、ね、7回には満塁から走者一掃のタイムリー二塁打で、早川を援護するというね、うん、だから非常に何をこの試合で語ればいいかっていうとさ、うん、2人の和解ができたっていうのが心がまた通ったかなっていうような感じがあって、大事なことですよね、うん、だから2人のお立ち台があったんだけどもさ、うん、非常にお互いをね称え合い、なんかまあ申し訳なさそうにまた組んで勝ちたいですとか言ってた、うん、でこれはね聞いた楽天ファンが一番ホッとしたと思うしね、うん、まあ、すごくいい試合だったなっていうふうに、ん、まあ、ロッテに対してはちょっと悪いけども、うん、非常に俺はいい試合だったな、いい試合だったなっていうふうにホッとした、うんうん、ただ西野がねちょっと誤算だわ、はい、6回6失点だもん、うん、何ちょもいいとこだったねこれ。ね、96球8安打ですかね、うん、そうだね、うん、まあ、だけど、まあ、楽天にとってはね、楽天ファンにとっては一つ、うん、胸をなで下ろすというか、うん、ほっとしたようなね、まあ、そういう試合で非常に爽やかな感じがした、うん、あ、よかったよかった、早川もこれからも頑張ってというね、はい、まあ、太田もしっかり受けてみたいなね、うん、まあ、そんな試合でした、はい、で2試合目は2対0ロッテ、うん、ね、え、まあ投手戦になるんだよこれね。でうち、ね、よく頑張ったと思うけど7回3分の1を106球8安打2失点、うん、でメルセデス6回99球98球など98球か、うん、4安打無失点、はい、でこの試合8回、うん、外が久しぶりにホームラン、4月のいつぶりだったかな、もう2号ホームランね、そんな前なんですね、もう本当にで2点を挙げる、うん、でまあ逃げ切るんだけどもさ、しかしこの試合でメルセデスが投げてて勝ちがつかない、うん、今年に入って登板5試合、うん、防御率が 0.62、うん、で勝てないんだよね、何人もないですね、まだ勝ちがね、そう、うん、勝ちも負けもないんだけどもさ、もいやだけどさ、うん、このピッチャーに勝ちをつけていかないとやっぱロッテは苦しいよということだよ、うん、ね、これだけの好投してて勝てないんだから、うん、だからここら辺にやっぱこうロッテは問題を抱えてるなという感じがするね、うん、うん、まあうちにも勝たしてやりたかったけどね、まあ、早川の時に12点取って、うん、まあ、5点ぐらいこっちに上げときゃね勝つのそうね、うまくいけばいいんですけどね、そう、うまくいかんけどなはい、で最後4対1、はい、ロッテ、うん、ね、これね、まあ、打線の中に角中を3番で入れてるんだ、これがやっぱ効いてるな、うん、やっぱ角中しぶとい、うん、まあ、1安打2打点というね、うん、で必ず打線の中に入ったら、まあ、どこでもこなしてくれるし、うん、とにかく打ってくれるんだよね、うん、まあ、翌日も昨日も、3安打と活躍してるんだよ、だからやっぱこういうベテランが入るとつながるようになるね、打線っていうのは、うん、で荻野と角中、まあ、ベテランなんだけども、まあ、荻野は守備で貢献してるんだけどもね、うん、でも荻野の角中ってつながると本当にしぶとくなってくるしね、うん、だからその荻野がこうバッティングの状態が上がってくればね、もう打線が本当は角中、荻野、まあ、ポランコ外とか、うん、藤岡とか、いや非常につながる打線になってくるだろうなっていうふうに、まあ、角中一人で想像がつくよ、なるほど、うん、まあ、そのぐらいのポテンシャルは角中にはあるなっていうのを改めて感じた、うん、で小島、はい、ね、9回完投、うん、105球5安打無四球無失点、ねえ、ああ1失点だ、ね、1失点だ、ごめん、うん、1失点、はい、ね、で中継ぎを休ませる、うん、ね、まあやっぱこうエースの風格みたいな落ち着きというか、まあ大体が落ち着いてるんだけども、
なんかそんな感じが出てきたね。やっぱこう種市とか西野とかいるけども、やっぱ大島っていうのはしっかりしてるな、安定してるというか、まあ、しっかりしてるというよりは安定してるな、だから非常に頼もしく思いましたね。四死球ゼロというのも素晴らしいですね。まあ、そうだね、無四球だもんね。で楽天は石原、はい、まあ、3安打1ホームランと1人球を吐くんだよね、まあ、全体的で5安打しか打ててないんだけども、まあ、石原が3安打打ったというね、まあ、それも1ホームランを打ってるというね、はい、まあそういう、まあ、試合だったけども、はい、まあこの3連戦はやっぱこう早川良かったな、太田と ね、はい、はい、まあ、そういう試合でした。はい、でピックアッププレイヤー、うん、はい、はい、ちょっと今回ね、あの多いというかね、うん、1人2人だったりするんですが、はい、はい、阪神近本、うんうんうん、ね、守備でも貢献、バッティングでも貢献、やっぱりチームの中心だなっていう、うん、まあ、改めて感じるのと、今日のプレーは本当に素晴らしかった。もう多分プロ野球ニュースではプレーオブザレインにはなってると思う。なるほど、はい、まあ、DeNA ね、なってなくても豊さんの中ではプレーオブザレインでいいですかね。そうだな、はい、で DeNA 小野木、はい、やっぱ彼が勝たないと DeNA は楽にならない、うんうん、だからまあ今日ね、無失点に抑えてたけども、これからもちょっと頑張ってほしいなという、はい、はい、で広島は松山森下、うん、ね、松山切り札、うん、ね、森下はやっぱこうエースになっていかないとね、今年はもう栗でスタートしたけども、まあ、ちょっと出遅れたからね、うん、あの開幕投手は逃してるけども、やっぱエースになってほしい投手だよね、うん、はい、でヤクルト塩見やっぱ体調万全にしないとさ、いつまでたってもそこ一番が今日は誰だろうね、不安定だと打線がやっぱりもったいないよね、うん、まあ、塩見がいてあれだけの重量打線になってるし、うん、やっぱどれだけ他チームから嫌がられてるかね、だから体調を戻してほしいという。で中日、うん、高橋宏と村松、石川、はい、もうね、この3人が、うん、まあ、田中美希也もそうなんだけども、はい、中日この若手トリオ、うん、ね、これからやっぱ中日を変えていける選手だよね。まあ頼もしかったこの3連戦というの、うん、ね、頑張らないとよ次もね、はい、で巨人バルドナード泉、うん、はい、やっぱ大勢がちょっと離脱、うん、バルドナードにかかる負担というかもう抑えにおそらくするだろうけども、うん、はい、まあ頑張らなきゃいけないのと、やっぱバルドナードが後ろに行く、ね、その穴をやっぱり泉が埋めると思うよ。うん、うん、だから泉も状態よく来てるからね、はい、まあ、頑張ってほしいというふうに思います。はい、はい、続きましてパリ、はい、はい、なのでこちらもちょっといつもと歩いてるねこれ、ね、猫ちゃん、ね、ちょっとね、カンバヤ、猫っぽい体勢です、はい、で西武、うん、外崎、うん、ね、もうね、もう本当に九死に一生を得る違ったっけ、まあまあそういう感じ、まあそんな感じだよね、まあね、うん、ちょっと自分で、うん、ピンチを自作自演だからな俺もあるんだよ実は自作自演が気持ちよくわかる、気持ちはよくわかる、もう泣きそうだったけど本当にほっとしただろうからほっとしてまた泣きそうでしょ、そうそういやだからもうね、もうそういうことがないように頑張って取る先、ね、もうちょっと打率上げないと、君がやっぱりね打線を引っ張っていかないと、うん、ね、そのぐらいの気持ちでやってると思うけども、うん、やっぱ数字がね、やっぱ答え合わせみたいなもんだから、うん、もっと上げて上げて、うん、はい、はい、でオリックス広岡、はいはい、ね、待ってたよ、うん、ね、ね、彼のその思い切りのいいプレーっていうのは魅力的だしね、うん、ダイナミックだし、うん、まあ、頑張ってほしいという、はいはい、で日本ハムは矢沢、うん、水野、ね、まあ、もう矢沢頑張れ、うん、ね、本当にドラフト1で入って、うん、ものすごい期待してたし、まあ、二刀流っていうのは一旦ないのかもわからないけども、うん、やっぱこうピッチャーでも優秀だし、バッターでもいける人だから、ね、足も速い、足も速いしね、うん、だから頑張って、で水野、うん、頑張ってんな、うん、ね、ショート明け渡すなよ絶対に、よく名前出てきますね、ね、
で、かっこ今が、申し訳ない。新しい枠だね。これ、ファームで本当頑張ってんのよ。うん、逆転サヨナラ満塁ホームランとかさ、ね、俺が見た時でも代打で完璧に打ってるわけ。代打でも今だったら絶対使えるから、新庄監督。ね、どうですか、今が。今ね、まずは代打からどうでしょうかっていう。どうでしょうか。はい、とにかく、ね、今しかないかもわからない。今絶好調です。なるほどね。うん、ちょっと余談になったのかもわかんないけど。楽天は早川、太田。はい。ね、まあこれからこの2人がね、楽天を支えていかないと、バッテリーでね。はい。で、ソフトバンク、柳田。うん。やっぱもう素晴らしい。あの打ち方っていうのはなかなかできないだろうし。うん、かつてね、すごい飛ばしてた時期があったの、うん、ホームランでも、うん、フリーバッティングでも、うん、最近ね、飛距離が落ちたのかなっていうような、うん、ことを感じてたんだけども、うん、打ち方が素晴らしくなってきたから、また飛ぶようになると思うよ。はい、ね、で、ロッテ、小島、はいはい、ね、やっぱこうエースの風格というね、うんうん、またそのプレートさばき、うん、まあ、これを続けていってほしいなっていうふうに思います。はい、というようなピックアッププレイヤーズでした。はい、はい、まあとにかくゴールデンウィークはね、うん、まあ明日からも3連戦あるけども、はい、まあとりあえずね、次の休みまで、まあ、頑張って、一応ゴールデンウィークが抜けようとしてるけども、気抜いたら怪我になってくるから、ね、怪我しないようにね、最後まで。ちょっとだけまたね、あのいつもの月曜日だけど、明日はお休みなので試合があるんですよね。そうなんだよ。で、月火水と3連戦あって、木がお休みで、また金土日だから、うん、そうそう、ちょっとまだ変則続くのかな。そう、変則が続くから、見たらね、うん、だからもう本当に怪我がないようにね、まあ、疲労も相当溜まってると思うよ、今。いや、もうこのゴールデンウィークがね、前豊さんも言ってたけど、一つの山だからね。ね、気候も変化があるから余計 ね、バテそうだったり寒かったり。暖かくなってきたからな。いや、めちゃめちゃ暑かったですよ。ね。ねえ。ということで、まあ、うん、はい、まあ、次はね、DeNA とヤクルト、はい、中日巨人、はい、阪神広島、はい、ロッテ西武、はい、楽天オリックス、はい、ソフトバンク日本ハム。あ、これ面白いね。まあとりあえず怪我ないようにね。はい。またいい試合を待ってます。はい。はい、頑張ってください。はい。